遭難とは、生命に関わるような災難に遭うことである。特に山や、海等において、生命を失うような危険に遭遇することを言う。講義には暗殺事件などを含むが、この講では、頻度の多い、山や海での遭難について記述する。救助犬を描いた、エドウィンランドシーア作、アルパインマスティフスリアナメイティング、エーディストレストトラベラー。犬の首に、 ブランデーが入った樽が巻かれているが、実際には投資のリスクが上がるので酒をつけることはなかった。Wikipedia はマニュアルではないが、危機的状況下にある遭難者が閲覧する。可能性を考慮し、人命尊重の観点から最低限を記述する。ただし、Wikipedia の情報利用は自己責任であることに留意のこと。遭難信号を使用する。シェルターを確保する。 食料と水の確保海上衝突予防法第37条第1項の定める遭難信号を使用する。水難事故、海難事故では、いざ救助に向かうと救助者が力尽きて沈んでいることもあり、浮いている技術が求められる。背浮き、もしくは空気を詰めたペットボトルや袋などを使用して、浮いて待て。と専門家や海上保安庁は、呼びかけ指導を行っている。 入山者に注意を促す看板山岳遭難とは、山において生死に関わるような難、危険に遭遇することを指す。日本の山岳においては、道迷い、滑落、転倒、怪我、急激な天候の変化、なだれなどによって、毎年多くの遭難者が出ており、死者も多数出ている。これらは季節を問わず見られる。また、 八ヶ岳や白馬岳など整備され人気のある山でも起きている。人気のある北アルプスでは特に多数発生している。山岳遭難の個々の遭難は海洋遭難に比べるとあまり大きく報道されないが海洋遭難よりも圧倒的に数が多く日本だけでも毎年2000件以上の山岳遭難と数百名に及ぶ死者、行方不明者が出ており非常に深刻な状態にある。 警察庁の統計によると、2018年に日本国内で発生した山岳遭難の件数は2661件、遭難者数は3129人で、遭難発生件数と遭難者数が統計を取り始めた1961年以降最高であり、登山者の高齢化に伴い、2009年と比較して、件数は58.8%増。 遭難者数は50.1%増、死者、行方不明者数は7.9%増となっている。発生件数が最も多い県が、長野県で297件、第2位が北海道で201件、第3位が東京都で147件であり、全遭難発生件数2583件のうち78.4%が遭難現場から、 携帯電話や無線機等の通信機を介しての、救難要請であった。2018年の山岳遭難者数のうち74.0%が、登山 12.、12.3%が山菜、竹取最中の遭難であり、太陽別で見ると、道迷いが37.9%、滑落が17.4%、転倒が15.0%であった。 遭難者数を年齢別で見ると40歳以上が78.5%、60歳以上が50.5%を占めており、このうち死者、行方不明者では40歳以上が95.0%、60歳以上が71.9%を占めていた。また複数行動中に遭難した場合に死者、行方不明者となる割合7.0%に比べて、 単独で遭難した場合に死者、行方不明者となる割合は17.6%であり、単独行で遭難した場合には、致命的な結果となる可能性が高いことが判明している。谷川学中ずり遺体遭難の原因には、様々なものが考えられるが、主なものを挙げること等がある。気象が関わっている、あるいは主たる要因だ、と判断される遭難は、気象遭難と分類されている。 基本的には事前に気象予報及び天気図を確認する必要がある。自分自身でラジオなどを聞いて天気図も描けるようになっていることが望ましく、登る予定、あるいは登っている山の気象を自分で描いた気象図を用いて把握、予想する必要がある。入山後もラジオなどを用いて気象情報を収集し、場合によっては、 計画を中断し下山する必要がある。具体例としてはトムラウシ山遭難事故などがある。なお、疑似交点には注意を要する。悪天候と悪天候の間に短時間だけ天候が改善し、あたかもすっかり好転になったかのように錯覚させるので、この名がついている。冬の日本海側に見られる現象で、長くは続かずすぐに荒れた天気となる。 疑似交点を継続的な交点と間違え、登山を決行したために起こった遭難も報告されている。道迷いによる遭難を、道迷い遭難という。道迷い遭難については、羽田治が具体的な事例を挙げて分析しており、様々な要因で起きうる。滑落による遭難を、滑落遭難という。足を踏み外して滑り落ちることであり、しばしば死に直結する。 途中に硬い岩などにぶつかったり、数百メートル以上落ちれば、死の危険が大きく、また、落下距離が小さくても、頭部を撃ったりして死亡することもある。切り立った尾根や、傾斜のきつい斜面の登山道、濡れた岩場や設計を歩く時などは特に注意が必要となる。滑落者の救助に向かったものまで滑落し、二次遭難が起きることもある。ふと足をひねったことによる捻挫でも、 歩行が困難になってしまうと、安全な場所まで移動できず過酷な気象にさらされる。結果を生み、生命に関わることがあるので、そうなった場合でも生還できるような準備をしておく、必要がある。雪崩に巻き込まれないための方法を事前に、習得しておく必要がある。詳細は雪崩を参照。事前対策登山の際に事前にできる、遭難の対策としては、まず第一に山を侮らないこと。 具体的には同行する経験者の確保、またそれのみならず各人が事前の調査を十分に行うことや、各人が必要な装備を持参すること、事前に体力を要請しておくことなどがある。グループに最低一名山の経験者を確保した上で、リーダーやクラが事前に目的地の調査をし、メンバーにその情報や必要な装備を伝えておくことが基本となる。 自分の力量に合った山選びが必要で、日本の長野県では2014年に長野県山岳総合センターが長野県山岳総難防止対策協会の監修により、一般的な登山ルートに対して、無接期かつ天候量工事の代表的な登山ルートの体力度と難易度による評価を行った。各メンバーは基礎知識として地形図及び天気図の読み方、 応急処置法を身につけておく必要がある。単独での習得は困難なため、事前にする学習ミーティングなどを開くのが望ましい。できれば、各人が遭難の過去事例について調べ、要因や対処生還方法について認識を深めておく。一人一人が夏であっても必ず十分な防寒具を持参する、山用のレインウェアを持参する。 十分な行動食及び非常食を携帯することは基本の遭難対策である。山は平時より気温が低く風も強いので体感気温は低く刻々と体温を奪われる。十分な防寒具がないと簡単に低体温症に陥る。低体温症では体温が35度になったあたりから脳機能の低下を引き起こし判断力が通常ではなくなり34度以下でほぼ 足の左右すら把握できず、動けなくなり、32度以下あたりで死亡する。体が冷えると震えで熱を発生するが、その限界点が35度前後で、さらに冷えると内臓を温めるために、体の震えは収まるが、体表の冷たい血流が内部を巡回するために、体温低下が加速し、想像を超える速さで内臓機能低下を引き起こす。低体温症の回避には、 十分な防寒着及び行動食摂取による熱発性が必要になる。遭難時は動けぬまま夜を迎え夜明けまで低気温を耐えなければならないことになる可能性が高い。真夏でも夜間は極めて低気温になり、北アルプスや富士山などでは氷点下にもなる。防寒具は山岳遭難時に生き延びるために必須である。使い捨て回路もいくらか助けになる。さらに、 日帰り予定であっても、遭難対策として、レスキューシートあるいはチェルトのいずれかを携帯しておくと、いざという時に命を救ってくれることがある。登山では、行動職、非常職も必携である。これを、しっかり傾向している、どうかが生死を分けることも多い。他に、応急処置用具を携帯するのも役立つ場合がある。入山時、入山後登山計画書提出箱事前や、 入山時に入山届を提出しておけば、遭難の際にもたどったであろうルートや装備等が分かり、対処がしやすくなる。体感気温が下がりそうだと予想される場合は、早め早めに防寒具を着たすことで低体温症を回避する。気温、体温が下がりすぎると、防寒着を着用することすら困難になるので、早め早めに内側の防寒着を増やしておく。 リーダーは身体の判断が要求される状況で勇気ある撤退が遭難回避の最も重要なポイントとなる。山岳遭難では女性よりも男性の遭難の率が高いことを示すデータがある。男性があえて無茶をしたがり短気なところがある一方、女性は慎重でまた粘り強いのが山岳遭難防止という点では有効だという。遭難した場合の対処自分や 自分のパーティーが遭難しかかっている、あるいはすでに遭難した、と気づいた場合には、気持ちを落ち着かせ、パニックを回避することが重要になる。過去の多くの事例では、同じ状況であっても、事故や、周囲の状態を冷静沈着に把握していた方が、生還する率が高い。複数で行動している場合は、基本的には、あらかじめ決められた、経験豊富なリーダーが判断。 決断する責任を負う。人命を最優先し、個々の特に弱っているメンバーには最新の注意を払う必要がある。パーティー内に経験豊富なサブリーダーがいる場合は、共同で情報を整理してを合わせて判断を下すこともできる。決断内容は全員と共有し、互いに協力して動けるようにする必要がある。各人がバラバラに行動すると困難が増し、 全員に生命の危機が迫る。何らかの重大な困難に遭遇すると、多くのバイパーティ全員が歩みを止めることになり、運動量が減って体温が下がり始める。予備の防寒着を持っているならば早めに着用し、低体温症を回避する。また行動食をいくらか口に入れ、そのカロリーで体温上昇を図る。 様々な状況がルールが、一般的には遭難した時は前には進まない方が良いと言われている。ただし状況により必要だと判断されるならば、ためらわず救助の要請を行う。救助要請の判断の遅れは、事態のさらなる悪化を招きがちである。ご在所だけで滑落した、山岳遭難者を救出する三重県の防災ヘリ、行方不明者の捜索の様子救助要請を受けた。 場合は、警察の山岳警備隊や消防の山岳救助隊が担当し地元の山岳会や消防団、航空自衛隊や陸上自衛隊の手を借りることが多い。一部の県では、消防防災ヘリコプターを整備しており、上空からの捜索、遭難者の運搬を行うことで迅速な救助を実現している。ただし、公転時や夜間はヘリコプターを飛ばすことができない。 地形によっては気流の乱れなどを考慮してヘリが近づけないこともある。北アルプスを抱える長野県では遭難が多いため救助隊員が常駐している。救助隊員たちは救出作業のプロでありその訓練を受けているが、ひどいダメージを受けた遺体を扱った時の心理的なショックを緩和する訓練を受けているわけではなくトラウマになることがある。消防や警察、 自衛隊など公的機関の捜索は、税金で行われるために、本人や家族に請求されることはなかったが、2017年4月、埼玉県がヘリコプターによる救助出動に自己負担を求める条例を可決。今後、自治体により遭難者側の負担の有無や程度に差が出て、くる可能性がある。一方、民間団体に出動を依頼した場合、 日東が一人3万円10万円、民間ヘリコプターを使用した場合、遭難者の発見未発見に関わらず1時間で50万円ほど、費用がかかり、後で多額の費用が本人や家族に請求される。産学保険によって、上述の諸費用の一部を保証することができる。保険会社によって名称は異なるが、旅行障害保険のオプションという形で存在することが多い。 日帰りのトレッキングにも、かけ捨てのハイキング保険が存在する。谷川岳で遭難した人々の慰霊碑日本では、1960年以降の登山ブームの中で遭難するケースも増加。大型の遭難碑が山々に隣立する状態となった。このため、谷川岳では、遭難碑を一箇所にまとめる動きが見られた。1974年、環境省は、 山々のケルンを必要最小限のものを除いて撤去するよう全国の国立公園管理事務所に指示。この指示については、ケルンに似た大型の遭難費も含まれることとなったため、遭難費の建設に抑制がかけられることとなった。客中も参照、メドゥーズ号のイカダカラ T ジェリ公海洋遭難とは、公典、自然物との衝突、座礁、機関の故障、他の船舶との衝突等により、 船舶が安全なる自力航行能力を失い救助が必要な状況を言う。一時的な危険の回避行動は通常含まない。船舶の他にも潜水艦の事故も含まれる。一般に山岳遭難は捜索費用がかかり、海洋遭難は費用がかからないとされる。これは 山岳遭難と比べると民間でできることは限られ、捜索のため漁船など民間船舶を借りた場合でも、船を所有する際に必ず加入する漁船保険やマリンレジャーボート保険にあらかじめ含まれる海難捜索の条項により保障されるためである。近代以前バタン諸島の浜辺小笠原諸島母島、遭難の年月、場所、船名、漂流に数、上川家をしのいだもの。 生存者数の、純化無茶塚半島の浜辺アリューシャン列島の、アムチトカ島・ヘンダーソン島、フラッタリー岬近代以降ダイバーが単身、漂流した、事例地球の極地の探検中や、宇宙船の遭難なども含まれる。書き記事中の事例も参照。ありがとうございます。